常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ロシア軍のですね、損失がね、結構すごいことになってるということでね、ちょっと皆さんね、このニュースを思い出してほしいんですよ。これね、5月9日のニュースですね。産経新聞に出てました。ロシア軍に甚大な損害、戦力の4分の1喪失という記事なんですけれども、この記事ね、日付覚えておいてください。5月9日、それから戦力の4分の1喪失ですよね。5月9日4分の1って覚えておいてくださいよ。そしてね、これがね、昨日のニュースですね。日テレニュースなんですけど、こちらはね、さっきのは産経ね、今度は日テレニュースなんですけど、ロシア軍投入した戦力の3分の1喪失かということで、いいですか。5月9日にですね、4分の1を失ったと言ってるんですよ。 25% ね。そして昨日のニュースで3分の1喪失か、これイギリスの分析なんですけどね、3分の1喪失かということで、まあ 33% ですよね。たったの1週間足らずでね、 8% も戦力損耗したの、みたいな話ですよね。イギリスの国防省がですね、この新しい方のニュース出してるんですけど、最初の方のやつはね、オープンソースインテリジェンスのオリックスさんの方ですね。それからあとイギリス国防省も確認していると。アメリカ政府のステートメントで5月9日に4分の1を失ったとされているんですが、昨日の時点でイギリス国防省が4分の1から3分の1ね、つまり 25% の損耗率から 33% まで一気に6日間で 8% 上がりましたという風に言っております。この件についてはですね、私がよく参照しているね、セントアンドリュース大学のフィリップス・オブライエン先生がですね、もう随分前からこれ分析してまして、ウクライナ軍が発表している撃破車両のね、数ね、これ多少持ってたとしても、このトレンドで行くんだとすると、ロシア軍のですね、損失はね、東部戦線に移行してから、大体キーウで戦ってた時代のですね、1.5 倍ぐらいに増えてると。これは多分10日も続けられないだろうというふうに、実はオブライエン教授は言ってたんですよ。仮にウクライナが3割ぐらい持ってたとしても、それでもこの統計で行くと、ロシア軍は戦えないはずだってもう、随分前に言っててですね、このこと実は、ヤイスイブニング号の方に僕は書いてたんですけれども、今回ですね、アメリカの政府とですね、イギリスの国防省によってですね、この件が確認されたと。例えば5月に入ってから、損耗がですね、グーンとか上がってると、東部戦線でかなり無茶な作戦をやってですね、ロシア軍がですね、相当傷んできているということがわかるんじゃないかなと思います。これに関連してね、兵力不足ですから人手がいりますよね。人手がいるということで、共同通信からね、こんなニュースが出てます。ウクライナ軍は15日、同国を侵攻続けるロシア軍が新たに2500人の予備役を投入する準備をしたと発表したと。イギリス国防省は2月末の侵攻以来、ロシア軍の地上戦力の3分の1が失われたと分析しており、苦戦が伝えられる東部戦線での立て直しを図る狙いがありそうだというふうに言っててね。これ一応ウクライナ軍の発表なんですけれども、アメリカのですね、戦争研究所でもね、同じこと書いてます。2500人の予備役投入ってのはこれ出てますので、おそらくこれは事実だろうということです。戦争研究所の発表によるとですね、このディテールがね、いろいろちょっと分かってますのでね、ここをちょっとね、皆さんにね、お読みしたいんですけれども、これもね、ウクライナ軍の参謀本部の発表を聞いてますね。 ISW ね、戦争研究所もね、ロシアの予備役2500人がウクライナでの攻撃活動を強化するため、ベルドロゴ州、ボロネジ州、ロストフ州で訓練を受けているという情報が入ってるそうです。ただこの予備役の数では、一部の地域で最大 20% を失ったとされるロシア軍部隊を補充するのに十分な戦力にはなりそうにありませんと。全然足りません。さらにですね、ウクライナ軍の情報局の話としてですね、ロシア軍が秘密裏に動員を行い、効果的な訓練を十分に受けていない可能性が高く、戦闘への動機づけ、つまりやる気ですよね、ガツがほとんどなくて、実際には役に立たないだろうというふうに述べております。さらにこれ ISW の分析なんですけれども、ロシア軍はまたおそらくロシアの予備役の不足により、ハルキウ市周辺の攻勢を維持するために、ドネツク州とルハンシク州の占領下の居住地、人が住んでるところから新たに徴兵をするための張り紙したりとか、いろいろやってるんですよね。ロシア軍支配地域からですね、兵隊を取ってですね、それをウクライナ軍とね、当たらせるために入れてるってのはこれ有名な話で、今日のラジオでも言いましたけど、ハルキウでね、大敗を喫してロシア軍今北部国境のあたりまで撤退してるんですが、このね、国境の最後のね、ゲートのところをですね、ロシア軍は優先に通過させるんですが、ドネツクとかね、ルハンシクから来た元ウクライナ人部隊はですね、そこでね、お前ら最後までここ守れと、ロシア軍が撤退するまで守ってろみたいな差別的な扱いもしているということです。さらにですね、この ISW ね、戦争研究所、衝撃的な事実を実は公開してまして、ロシアの民間軍事会社がですね、人員の大幅な損失によってですね、空挺部隊との合同部隊を編成しているというふうに伝えられているそうです。空挺部隊といえばエリート部隊でしょ。このエリート部隊にね、傭兵を混ぜるということはですね、これは衝撃的だと、ショッキングだというふうに述べています。これはですね、ロシア軍がですね、戦闘可能な人手を使い切ったことを示す明確な兆候ではないかということなので、これも人手不足シャレになってないですよ。やっぱりね、このアメリカ政府の分析ね、5月9日時点で4分の1、そして昨日の時点で3分の1、たかだか6日間でですね、8%、1日 1% 以上のものすごい損耗を招いているというね、この作戦のまずさね、そしてロシア軍のこの負けっぷりをですね、証明するような事実がここで確認されているということです。さらにね、 ISW はね、こんなこと書いてますよ。ロシア第810新鋭海兵歩兵旅団は、海軍の船の乗員を含む他
の国会艦隊の部隊から人員を受け入れていると伝えられていると。要は海軍からですね、陸戦隊に編成してるんですよね。新たに編成されたり再編された部隊は戦闘で効果を発揮する可能性は低いというふうに言っております。ということでロシアのですね、この戦力不足かなり深刻になってきていると。そんな中ですね、ウクライナ軍は着々と反撃の準備を進めていてですね、今ねイジュームが逆包囲されそうだという話をしているんですけれども、他のね地域ね、南部地域ではねまだねロシア軍が出張って頑張ってますけど、これもね人員をすりつぶしながらこの陣地をキープしている可能性が非常に高いという状況でして、これはですね西側のね武器援助ね、アメリカでもレンドリース法可決されてね大統領の署名も終わりましたけれども、こういったものがですねこの後ね徐々にウクライナ軍のね強化につながっていくんじゃないかなというふうに思います。こういうね悲惨な状況にあるんですけれども、ロシア軍はですね相変わらずウクライナ人に対するね人権弾圧手を緩めてないんですよね。先日ですね例のアゾフスタリ製鉄所からね救助されたちっちゃい子いましたよね。あの子のお母さんはなんか軍医らしくてですね、逃げる途中で捕まって選別キャンプに送られてしまったと。今頃ひでえ目に遭ってるんじゃないかと思って本当にねかわいそうだなというふうに思ったんですけれども、ロシア軍はですね負け戦なんでね、もうね最後もちょっとめちゃくちゃやってるようなそんな感じかなと。この間ね撃墜されたヘリの写真からね乾燥機が見つかるというですね、わかります、乾燥機、洗濯乾燥機ですよ。撃墜されたヘリの残骸の中に洗濯乾燥機の残骸が入ってるんですよ。どういうことと。ヘリで略奪した物資運んでんのかみたいな、そんな話ですよね。私この間ツイッターでも共有しましたけれども、戦勝記念パレードのね戦車の動画にね洗濯機とか携帯電話とかくっつけてね略奪品をこうくっつけてなんかやってる CG 動画みたいなやつ見ましたけれども、本当にねちょっとシャレになってないですよね。負け戦なんで最後火事場泥棒的にですねそういうねむちゃくちゃ人権ダンスとかね泥棒みたいなことやってんのかなみたいな感じです。とはいえですね、ここまで人員不足になってくるとロシア軍戦線維持するのはかなり厳しくなってくるなと。8月にはね何か大きなことがあるのではないかとは言われていますけれどもね、ウクライナ軍の反撃という点でね大きなことがあるんじゃないかと言われてますけど、8月を待たずしてですね東部戦線も下手すると崩壊するんじゃないかなと。これはずっとねプロが言ってましたけれども、今回のハルキウのねロシア軍の歴史的大敗でですね補給も含めてですねロシア軍の再編作戦計画の見直しみたいなのが非常に重要になってるんですよね。もともとねキーウを諦めた時にもう東部と南部を強化しますって言ったんですが、東部もですねハルキウの周り完全に追い出されちゃったわけですよ。そしてさらに言うとねドネツク州ももうどう考えても取れないと。ドネツク州のあのドネツクっていうね一番大きな東部のね町ありますけど、そのもう数キロ先までウクライナ軍来てるので、もうこれ押し返すの無理だということでもう今防御陣形取ってるわけですよね。そうするとあと唯一残ったのがこのルハンシク州ね、ルハンシク州がここだけはですね行政区域限界のところまで取れそうなんで、今こっちにですねすごい注力しているロシア軍がね、なんとかここに増援を送ってですねルハンシク州だけは全部取ったみたいな制裁にしようとしてるみたいですけれども、おそらくですねハルキウでねロシア軍を追い出した部隊とかこっちにもこう回ってきてですね砲撃とか始まるとですね、またロシア軍はですねひどい敗北を喫するのではないかなみたいなことは言われてます。例のねシルベスキードネツ川の渡河作戦ね、本当に1000人ぐらいの方が亡くなったんじゃないかみたいなね情報も入っておりますので、悲惨なですね作戦ですよね。全然この現場を考えない無茶な作戦をやって、それでね犠牲をすりつぶしながらそれでもですね前進してくるみたいな、でもほとんどゾンビのフォア攻撃みたいなことをやってるロシア軍ですけれども、人員の面でねさっき言ったようにですねもうちょっと無理なんじゃないかと。この2500人もそれから海軍から動員された人々というのもですね基本的にはそんな大きな戦力にならないので、焼け石に水かなと思います。ちなみにですね今動員されてる兵力っていうのはそれこそ北方領土から行った兵隊とかも行ってるらしいですよ。しかもなんか未成年の兵士みたいですね、なんかね情報によるとね、マスコミなんかの報道なんか見てるとね。それからいわゆるモンゴル人ですよね、ロシア領内にモンゴル人いますから、モンゴル人の人とかですねジョージアのねあの南オセチアっていうところとかね、モンゴル人とブリヤート人っていうんですけどね、ブリヤート人ってブリヤートのモンゴル人ですよ、ブリヤート人とかそういういわゆるですねロシアっていっぱい民族いるので、ロシア人じゃない人たちをですね連れてきて、しかも契約で騙して連れてきて最前線に何の準備もなく送り込んでるみたいなことがですね往々にして行われているので、戦闘拒否みたいなこともね軍機がもう乱れまくってねどうしようもないと。本当にピストルで脅したりとかねするらしいですよ。ガディロフっているじゃないですか、あのチェチェンのね、戦争したくない、ここで戦地に行きたくないやついるかって手を挙げさせて、そいついきなりピストル撃ったりとかねむちゃくちゃなことやってるみたいですので、それぐらいやらないともうなんかちょっとやってらんねえみたいな、人の面でねかなりちょっとロシア軍が今ね苦境に陥っているということでございます。ということで今日の内容面白いなと思った人はねぜひね高評価のボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想などを書いていただけると嬉しいです。ゴー。